阪神タイガース一人の選手の二軍降格が発表されまして、あの選手が一軍昇格かというところで見ていきましょう。まずは二軍降格が決まった選手からお話していきます。熊谷選手の二軍降格が20日に公示されました。一軍での出場なんかもちらほらあったんですけれど、打席数はほとんど与えられなかったという感じですね。もともと開幕一軍が岡田監督から明言されていたような選手なんですけれども、腰の故障というところもありまして、開幕二軍スタートとなって二軍での出場っていうのがかなり多くなっています。二軍でも打率が1割台で、あくまでバックアップの選手として一軍に登録というような感じでしたね。一軍に登録されていてもベンチを外れる試合なんかもありまして、今回の降格はまあ正直仕方がないというか、ある程度は予想ができていた二軍降格かなというふうに見ています。27歳でプロ6年目の選手となっていますから、なんとか一軍で結果を残していきたいという選手ですよね。本当に崖っぷちの選手ということになってきます。まずは2軍でバッティングで結果を残してアピールしていきたいという選手ですね。やっぱり熊谷選手が1軍のベンチにずっと居続けるということを狙うのであれば、不測の事態でスタメン起用できるような期待感っていうのが欲しいですよね。例えば渡辺亮選手は佐藤輝明選手とかに代わってスタメン出ることありますし、小畑選手はショートスタメンで出れますし、糸原選手もサードで出たりとか、こういった選手ですから、やっぱりベンチに入るのであればスタメン起用できるくらいのバッティングっていうのが必要だと思います。では続いて入れ替えで1軍昇格の選手見ていきましょう。熊谷選手と入れ替えで1軍昇格の選手見ていきます。すでに1軍の練習に合流している近本選手が1軍昇格の可能性というふうにもファンの方から声が上がっています。岡田監督も先日、出場はオールスター明けやろというふうに話しておりまして、オールスター明けの初日ですね、7月の22日から出場となる可能性っていうのが報道されていました。オールスターを欠場すると10試合公式戦に出場できなくなるというペナルティが設けられるというルールがあるんですけれども、近本選手は故障の直後からもうすでに抹消されておりまして、オールスター前ではあるんですけれども、もうその期間っていうのはクリアしているので、この10試合ルールっていうのも問題なく、オールスター明けの22日からルール上は出場することができます。まあ、ただ故障して、骨折脇腹してから3週間も経っていない状態ですから、正直心配の声っていうのも結構多くなっていますね。骨折が完治してからの復帰を望む声っていうのも多いんですけれども、岡田監督の判断、そして近本選手の判断が注目されます。近本選手はもうすでに守備、走塁、そしてバッティング、このあたりの練習っていうのも問題なく取り組むことができているということで、プレー自体はできるとは思うんですけれども、悪化してしまわないのか、このあたりが少し心配ではあります。近本選手は骨折ということで、もしかすると昇格がもう少し時間かかる可能性もありますから、近本選手以外の昇格候補の選手見ていきましょう。近本選手以外の昇格候補3選手です。まず1人目が高山選手。現在は2軍で調子を上げておりまして、本当に上げるなら今しかないという感じですね。抜群の成績が残っているわけではないんですけれども、2割中盤ぐらいまで打率も上がってきていますし、 OPS も 0.7 を超えています。本当に高山選手は崖っぷちの状態でラストチャンスを与えるという可能性もあるかもしれません。続いて遠藤選手、今年は本当に目の色を変えて取り組んでおりまして、2軍では3割近い打率を残しています。2軍の首脳陣も遠藤が今シーズンの2軍で一番成長しているというくらい絶賛しています。同じ内野手の熊谷選手が降格したということもありまして、もしかすると遠藤選手プロ入り初の1軍昇格というのもあるかもしれません。そして栄田選手ですね、2軍では打率としては2割3分前後ぐらいなんですけれども、守備力には定評があってかなり肩が強いキャッチャーですね。現状1軍としては坂本選手、梅野選手のキャッチャー2人体制なので、少し代打とか代走が出しづらいという状況がありますから、もしかして3枚にするのであれば栄田選手が昇格の可能性もあると思います。以上です。